ですね、まあ、この、 CEO になった経緯というか、3月いっぱいでですね、もともとレッスルワンで経営に携わってた人がですね、まあ、もろもろの事情で辞めて行かざるを得なくなって辞めてってしまってですね、そんで非常に困っている中でですね、もともと俺自身の目標であった業界再編に向けて DDT の方に動いている中、まあ、たまたまなんですが、その業界再編の方は DDT さんにものの見事に振られたんですけど、うん、だったらその DDT を一からここまで大きくした高木社長のそのノウハウだけはちょっと提供してくれないかという感じでですね、まあお見合いをしたら、トントン拍子に話がうまくいきまして、まあまあ結ばれる、結果的には結ばれることになりました。ですね、まあ結ばれたからにはですね、もう家計簿はね、もうすべて高木 CEO に任せるのでね、うん、家計簿その管理はすべてもう任せますので、まあ俺筆頭にですね、レッスルワンの選手が思う存分仕事をできるような、現場を作ってほしいです。以上です。この度、5月より、レッスルワンの、最高経営責任者、CEOと、まあ、DDT の社長業と兼任という形でございますが、就任いたしました、高木三四郎です。先ほど、元社長にお話のあった通り、最初、まあ、3月もう本当に末ですねにお話を、まあ、いただいたときにですね、まあ、正直、僕自身もびっくりしちゃったんですけども、まあ、自分にとってはですね、非常にいい機会を、いただいたなと思っています。まあ、正直今まで DDT というのはどちらかというと業界の、メジャーと言われる団体がやらなかったようなことをやって、うまく、いった団体でもあるので、そうではなくて、まあ、そのプロレスのですね、本当にその、まあ、伝統的なスタイルでやっている団体の経営といったものには正直興味がありましたし、まあ、好奇心もありました。どのように運営しているんだろう、どのようにやっているんだろうということはありましたので、もちろんその数字の、まあ、家計をですね、もう見させていただきまして、これはこのスーパーで大根買った方がいいんじゃないかなとか、これは、ね、ここでやりくりした方がいいんじゃないかというようなのも何となく試算ができまして、引き受けさせていただきたいと思いまして、このように、まあ就任したという次第なんですけども、まあ、まずはそのリング上の部分ですね、リング上の部分とかその興行数をまあやっぱり増やしていきたいというような、基本的なちょっと考えもあります。で当然のことならその採算を見直した部分で上でですね、で、まあ、こういったことというのは大体まあやっぱりその就任してすぐにできることではございませんので、まあ、ある程度その準備期間を得て、まあ秋口以降からどん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 進めていきたいなとは思っています。まあ、それとはまあ別にですね、まあ、一つ興行だけではない、新規事業といったようなこともちょっと考えておりまして、このレッスルワンが拠点を構えている、現スポーツパレスはですね、リングだけの、まあ、その、まあ、金網もありますし、格闘技用のリングもあるし、普通のプロレスのリングもありますし、これはもうすごくそのプロレス格闘技に特化した、施設だと思っております。でこの施設を、まあ、使って何かできないかなと思っておりまして、私が考えたのが、プロレス学校ですね。今レッスルフィットというどちらかというとフィットネスを中心にしたことをやっているんですけども、そうではなくて完全にそのプロの
養成するプロ養成プロレスラー養成所を、設立していきたいと思っています。はい、でこちらはまあその準備が整い次第、やっていきたいなと思っております。でもう完全にそのもちろんその講師陣はそうそうたる面々もおりますし、もうそこのまあ校長という形ではまあ武藤社長を、についていただきたいなとも思っておりますし、ゆくゆくはまあおそらく初めてになるんですかね、日本ではプロレス専門の専門学校みたいなこともゆくゆくはやっていきたいなと思っております。とかまあいろいろなまあそのアイデアを持ちましてですね、プロレス界をさらに盛り上げていきたいと思っておりますので、どうかよろしくお願いいたします。はい、いやまあ個人的に、個人的に俺に持ってないものをね、高木社長も持ってるっていうこと、多分それが団体でも反映されてることであって、多分俺たちができないことをこの着手してその やれるというか、そんな感じだと思ってます。だからお互いいいところ長所長所がね合わさったらなんか非常にいい感じじゃないかななんて思っております。まあまあまあもう何年か通じて、まあ、人を育ててきてるけどなかなか人を育てるの俺下手くそだからねなかなか教えることが下手くそで、自分より強いレスラーをいまだにまだ作りきれてないというような、現状もなんかちょっと感じたりもしてて、それでもいいのかな、大丈夫です、まあ、こっちとりあえず人が一人重要人物がいなくなって本当に天和マイヤっていうのか、もう困ってたからさのタイミングでもうこのまあまあもう頭のもう思ったらもうすぐ高木社長一辺倒になったんですね。全く同じものをやってもそれはもうレストランのファンの方にとっても良くないですし、 DDT の、ね、ファンの方にとってまた DDT の選手にとっても良くないと思いますし、もう全く別だと思っています。でももうそのプロレスのそのねその興行をやるということにおいてはベースは同じだと思ってますので、その会場を抑えてその会場に集客するといった意味では全くそれはもうジャンルが違うわけではないので、そういったベースの部分でやることはっていうのは必ずあると思いますし、もっと効率よくやるやり方っていうのもあると思うので、そういったことをまあやっていきたいなとは思っていますね。であとそういった先ほども申し上げました通り、そのすごくその施設にしてもかなり役立つものを持っているので、そういったものをもっと効果的に活用していきたいというのは思っていますね。それはもう DDT にもないものではあるので、はい、でも DDT も今別に道場という形で、まあ、その竹芝の方でもっとやってますけども、そこと結局また一緒にしちゃうと何もかも一緒になっちゃうので、そこはあくまでも完全に別で分けてと思っています。はい、何分ですね5月の一日から赴任したばかりではありますので、おいおい作っていければいいかなと思ってるんですけども、やっぱりその、まあ、レスルワンさんの W というのはもちろんレスリングといったのもあると思うんですけども、ワールドとの W という意味もあるとは思うんですね。なのでやっぱりその世界を視野に入れた展開をしていきたいなとは思っています。はい、でやっぱりその武藤社長にしてもその所属選手である田尻選手やその世界的に通用する選手や、海外に通用するコンテンツ作りといったものに関しては非常にやりやすいなと、 DDT よりはやりやすいと思っていますので、そういった部分を伸ばしていきたいなと思っていますね。はい、だからやっぱりその、大きな視点でいくと日本国内もそうなんですけども、その世界的な部分、今はもうインターネットがこれだけねいろいろと普及している世の中で YouTube だったりそういったもの、その動画コンテンツといったものも数多くありますので、
そういった部分で、まあ、世界に発信していけるようなものづくりをしていきたいなと思っています。